もあゆたろうチャンネルのあゆたろうとにゃんです。それとどうも今日ベースの斉藤、それと D ハッシュお願いします。今日の企画は、はい、みんなで必殺技を繰り出そう。よっしゃ待ってました。これははいはいはい、はい、まあおのおのの、まあ、これがかっこいいんじゃねえかっていう必殺技の、まあ、タイトルを言って、はい、それを話すという、ああなるほど、シンプルな企画でございます。いいですか、バラエティーに呼んなくて普通にかっこよくつけちゃっていいですか。わかりました。もうバラエティーわけです。じゃあ早速やっていきましょう、はいはい、せーのレッツゴー。あゆたろうチャンネル。これ恥ずかしいぞ。めっちゃおのおのアングル決めようちゃんと。この戦い負けられねえんだ。シャイニングスパークグローリア。気持ち悪い。はい次。じゃあ次あなたよ。僕ですか。源泉徴収、年末調整、ボーナス万歳、給料泥棒。おいあむずいわこれ。大丈夫かなこの企画。むずいわこれ。3日前に言ってほしかったいや本当に。暗黒騎士ガイア。ネットやないか。全然バイトしなかったんだけど。はい次。漆黒の翼を宿りし者よ、闇の炎に抱かれて眠れグレーダークスイッ。シャカシャカって言ってるよ。おい場外じゃねえかよ。場外か今観客に草むらに入るなんかシャカンシャカンって音がした。観客に向けたね。カメラ拾えてるかな。はい集まって。クソしょうもないな。いや即興で頑張ったわ。これおもろくない？あゆたろうチャンネル。よっしゃー。ということで必殺技が完成しました。いやマジで強そう。これ明日から学校で流行るからね。いや本当にそうよ。前から言ってほしいんだよ。カメラ回す5秒にやるよってやめて。ということでね話題になってますんで終わりたいと思います。はい。ということで概要欄の方に秋山ペイソンチャンネル TH チャンネル貼ってますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。せーのバイナー。あゆたろうチャンネル。自分はちょっとこの目のカットでこういうこの戦い負けられねえみたいな感じでやるから。でそしたら斜め前ぐらいに技名を言って、ああじゃあ玉出しいいよ。はい目線横からこの辺だな。 OK この戦い負けられねえんだ。はい、オッケー。どうぞ、こう。そう、いきます。シャイニングスパークグローリア。あ、オッケーです。で、ちょっと今分かんない。シェーディング？シャイニングスパークグローリア。シェーディングってそう。で、後ろから。これもちろんエフェクトとか入るんでしょ？だっせ。ちょっと高めに。いいよ。気持ち悪い。はい次。何よ怖いんだけど。はい。じゃあ次あなたや。僕ですか。じゃあ僕もガーってきて、こういう感じ。はい。ガーって感じ。源泉徴収。でも次こっちからまたガーってきて。同じ感じ。いや。年末調整。次こっちから。これおもろいな。これ聞いたらもう青色申告しか出てこなくなって。待って。ボーナス万歳。お願いします。じゃあ次こっちからで。同じ感じ。給料泥棒。お願いします。じゃあ後ろからで。おい。むずいわこれ、大丈夫かなこの企画。むずいわこれ。3日前に行ってました。いや本当に。どっちから行きます？確かに。おうまい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 。お試しするよ。これ最後の方が一番きついよ。むずいって。じゃあどういうカットで行きますか？どう行ったらいいですかね。どう行った方がいいかね。シャ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 みたいな感じで走り込んで。ああこれ。あ、自分が。アウトしていく感じ。え、そう。じゃとりあえず走ってよ。忍者みたいに走っていけば。タタタタタタって。で近くに来ればどんどん。あ、ちょっと待って、俺の口声が入っちゃったから。もう一回。そうそう。いいじゃんもうなんかいいじゃん。暗黒騎士ガイアでいいよ。いいよ。暗黒ちちょっと待って。はい暗黒騎士ガイア暗黒騎士やばいよ早くしてよ。ちょっとゆっくりめで言いますもん。いいよ暗黒騎士ガイアで、どんな技なの？何も考えてないな。ください。え、なんかだからあれいいじゃん、トリックショット。暗黒感どこ？暗黒って言った？暗黒。あ、分かった。これを隠して、これボール投げるから、これを隠して。じゃこっちからの方がいいかじゃ。そう。一回その絵を撮った方がいいかもしれない。一回やって。で、その後に出してそうネットやないか。全然バイトしなかったんだけど。はい、次どんなカットでいきますか。下からでお願いします。おスピードはこういうゆっくりな感じ。あ、それでいい。いきますいきます。漆黒の翼を宿りし者よ。はい、OK です。あ、これで何かいきます。闇の炎に抱かれて眠るね。急に妖感が半端ないんだけど。妖全開で言ってますからね。で、後ろからにごめんにポンって出してもらえば僕もこれでいきます。あ、OK。あ、いいね。かっこいいじゃん。お願いします。ダークフレーム外した。フレームダークフレームなんかシャカシャカって言っておい、場外じゃねえかよ。場外か、はいは観客に草むらに入る、なんかシャカシャカって音がした観客に向けたね。カメラ拾えてるかな。はい、集まってクソしょうもないな。いや、即興で頑張ったわ。いや、俺が一番必殺技っぽかったな。厳選聴取2回目で面白かったっすよ。これおもろくない？